すみません、ずいぶん遅くまでお引き止めしてしまいましたわね。私も楽しかったですわ。こうしてあなたとたくさんお話ができて、今度は幽霊のようにこっそりせず、堂々とお声をかけてくださいませね。何です？大変ですか？心配だとおっしゃりたいのですね。ありがとうございます。ですが気遣いは無用ですわ。確かに大変ではありますが、すべて私が望んでしていることです。大変だからといって半端に投げ出すつもりはありません。それにのんびりするより忙しく動き回っている方が性に合っています。わかっていますわ。自分の力量を把握するのも生きる上で重要なスキルですから。当然でしょ？もちろんですわ。罰が当たらぬよう心して聞いてくださいませ。ふふ。ええ、メンバー全員で猛練習中ですわ。ええ、私もアクアとしての自分には誇りを持っています。ライブ楽しみにしていてくださいませ。必ず最高の時間をお届けしますわ。